地元の看板芸人ザ・ボンチ宮川大輔花子の爆笑漫才、新潟初登場坂田敏夫の爆笑漫談、そして未発表人気芸人が2組登場。鳥はおなじみ桂文珍の落語でお楽しみいただきます。お問い合わせは NST イベントインフォメーションまで。ブルボンプレゼンツ目覚ましクラシックス、 NST 開局45周年を記念して実現した新潟だけのスペシャルステージ、ゲストに溝口はじめ12人のバイオリニスト、キロロ玉城千春が登場。お問い合わせは NST まで。ご覧のスポンサーの提供でした。現在大ヒットの新商品、味の素クックドゥ香味ペーストはもうお試しいただけましたか？ペースト状なので片手で簡単に出せ、使った後は自立もするので冷蔵庫にもすっきり収納。また出てくる分量はキャップ1周 8.5g に設計されているので大さじ小さじも不要です。香味ペーストには鶏豚のエキスにネギやニンニクなどの香味油を、辛い味付けの香味ペーストからは焙煎唐辛子油と熟成させた豆板醤を使用。どちらも深いコクと豊かな香りが楽しめます。チャーハン、肉野菜炒め、スープがこれだけで中華屋さんの味に仕上がります。香味ペーストのウェブサイトとモバイルサイトでは簡単に作れる100品レシピを公開中。使いやすい、おいしい、いろいろ使える、これ1本で中華100品、クックドゥ香味ペーストをぜひお試しください。世代、性別を超えて広く愛されているアクション映画の傑作といえばご存知、ダイハード。ジョン・マクレーン刑事の偶然にもテロ発生現場に居合わせてしまう月のなさ、その不運をとにかくぼやきまくる人間臭さ、いくら敵の猛攻を浴びようとも決してへこたれない粘り強さがシリーズを通しての最大の魅力。そしてこのついていない DNA はしっかりとマクレーンの息子にも受け継がれていた。トラブルを起こした息子を引き取りにロシアへ降り立つマクレーン。シリーズ初の海外で壊滅的なテロに遭遇することとなった親子はついに命運尽きてラストデイを迎えることになるのか、はたまた絶体絶命の状況下で最強の悪運を呼び覚ますのか。ブルース・ウィリス代表作、超人気シリーズのクライマックスとも言うべき怒涛のスペクタクルをお見逃しなく。ダイハードラストデイは明日2月14日木曜日から公開です。明日バレンタインデーに新潟市中央区上大川前通り9番町にオープンするトモコファインアートにお邪魔しています。ボストントモコさん、よろしくお願いします。はい、当店はガレ、ドーム、マイセンといった西洋アンティークを中心に取り扱う骨董店です。こちらの作品はエミールガレ桜門花瓶です。スフレという技法を使っております。よく見かける削り彫りではなく型の中に吹き込む技法を使い、より立体的になり奥行きを感じることができる大変美しい作品です。このようにクオリティの高い作品を豊富にご用意しております。トモコファインアートは明日オープンいたします。バレンタインデーのチョコレートと一緒に西洋アンティークをプレゼントしてはいかがでしょうか。上大川前通り9番町トモコファインアートで皆様のご来店をお待ちしております。今日ここに向かう準備をしてて、リュック荷物を整理整頓してたら、その閉めるはずのベルトが1個消えてました。あら、はい、まあでもね、1個ではなんとかなるんですよね。閉まればいいだけです。まあ人生いろいろありますよ。まもなく卵とパスタで釜玉スパ、茹でたスパゲッティに混ぜるだけ、生卵を乗せて混ぜるだけ、4種のチーズのカルボナーラ、ハウス釜玉スパ。何これ、動画なの？展開図で考えてあげると分かりやすいですね。教えてくれるの？はい、先生持ち歩いてるようなもん。もっとわかる、だから勉強が楽しくなるチャレンジタブレット。あとカメラ。うわー、撮らなきゃよかった。ベネッセ真剣ゼミのタブレット。これライブの授業なの？はい、2分目は I have a cat。 これがあったらさ、分かんないことなんかなくない。もっとわかる、だからやる気が続くチャレンジタブレット。 In is more ベネッセ。お葬式の費用、どのくらい必要だと思いますか？
考えたことないですね。結構かかるんでしょ。そこでご紹介したい実際にかかった葬祭費用を保証するこの保険、最高100万円まで保証。他にも不慮の事故で亡くなられた場合100万円の保証もついています。満80歳まで申し込める人生喜んで。ご相談は0120-50-80 喜んで。アメリカンホームダイレクト。これは子供の間で絶大な存在感の国語です。クモンの国語で読み書きを得意にすれば小学校でも安心です。いざクモン行くもん。無料体験学習受付中。おばあちゃんにさ、スバルのアイサイトがもうすぐ10万台突破って言ったらさ、そりゃみっちゃんお祝いしないとね。だって今スバルを買うと最大10万円キャッシュバック。お祝いしないとね。ラブラブダムズ。明日パチスロライター小林恵美、さくらキュイン、ダムズに来店。柏崎店、小千谷店、2人のライターが取材刊行。明日柏崎店、小千谷店にパチスロライター登場。ドレミファソーラファミレドソファミソファミレソファミソファミレドレミファソーラファミレ。ドレミ創造力ヤマハ音楽教室体験レッスン受付中。今夜のおじゃマップはコインロッカーの忘れ物回収をお手伝い。緊急事態発生で大パニック。衝撃の中身は今夜6時55分お昼休みはウキウキウォッチ、あっちこそっちこっちいいとも。お昼休みはウキウキウォッチ、あっちこそっちこっちいいとも。うわっ、やーっ、よろしくお願いします。ムーンボーイズです。よろしくお願いします。スイブレギャジンです。よろしくお願いします。早速ですが、いきなりゲストをお迎えします。ゲストは誰ですか。いきなり昨日行われましたピン芸人日本一決定戦 R1 グランプリで優勝しました三浦マイルドです。